それではオープニングファイト第3試合で一ランと KO 処理となりました、えー、タク選手のインタビューとなりますおめでとうございますありがとうございます幸せとばかりの、えー、ですが感想お願いしますまあ、とりあえず、えー、勝てて良かったですただまだ内容がちょっと自分では納得してないんでもっと練習します KO でしたが納得してないですかはいちょっともらいすぎたなという部分とまあ、練習してきたことがまだ全然だマザというか全くちょっと出せてなかったので。 もっと練習しますちなみにその練習で出せてないというのは KO はあっぱして出せてないというのはどういうういところでしょうかいやあの自分と、右が得意なので右をいつも頼ってしまうのでもっと蹴ったりとかそうです、ね、その別の蹴りもできるんだぞというところをちょっと見せたかったんですけど焦ってしまって相手が結構、ガンガン来たんで。 それに合わせて、右をちょっと頼って出してしまったって、ことですかね相手の武選手も結構強打が強いタイプですけど、その辺は戦ってみて、印象、どうだったでしょうかそうですね、いや、えー、と、映像で見たときよりも、まあ、一個前にその自分のジムの先輩がやられてるんで、その、えー、と映像を見て、すごいパンチがあるなって思ってたんですけど、その通りで、ちょっと、もらったときに、 固まるとまずいなというふうには感じました今回倒せた勝因というかそういうところは自ご自身の中ではどういったところでしょうか、まあえー、とブロックして右を出すという練習はしていたので、えー、とオーバーで振ってくるのでそこに対してブロックしてカウンターで出すというのをすごい練習していてそれは出せたので、えー、よかったんですけどそれまでの作り方 でもっっとと蹴りりたたかったですすね、はい、ありがとうございますそれで今日の試合終わって6戦6勝で5連続 KO 勝ちという形になりましたけど、はい、内容としてはまだあれでですすかそうね大きなところというかその上のレベルでまだ全然やってないのでそのレコードだけ見ればすごいいい成績ですけどここからどんどん上に上がってやっていくってなっていくとまだまだやっぱ厳しい部分があるのでもっと練習して。 頑張りたいなって思います。次戦以降の目標というのは何か具体的にあったら教えてください。まあ、えっ、ー、とこの前のトーナメントで自分が、えー、ランカーにも入っているので、これからどんどん上の選手とか、まあ入ってなくても実力がある選手がどんどん、えー、組まれると思うので組んでいただけると思うので、えー、そうですね。そこに勝っていけるようにもっと練習していきたいと思います。ありがとうございます。他ご質問ありますか。はい。 お疲れ様でした。ありがとうございます。先ほどし,しきりにあの額の辺りを冷やしてましたけど、はい、結構ダメージをそうですね。相手のパンチをちょっと額にもらったので、ちょっとそのやってる時は全然感じなかったんですけど、終わってみたらちょっと外傷がひどいんでちょっと冷やしてます。あの次の試合に向けて、どんなことを課題に取り組んで練習していきたいと思いますか。かやっぱりその自分の武器は右なので。 それを組み立てるまでにいきなり出すとかそういうのではなくて、まあ、やっぱ頼らず今回の課題でもあったんですけどもっと,、えー、とゲームの作り方をちょっと、えー、練習していこうかなって思います終わった後あの指導してくれて今日もセコンドついてくれた、はい、あの菅原会長からはどんなことを言われましたまあまだまだだよと <laughs>、はい、やっぱりそこのディフェンス面であったり 技術面がまだまだということで、はい、叱られました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他ございますか。はい。では最後に応援してくれたファンの皆様にメッセージをお願いします。はいえー、会場に来てくれた、えー、方々とアベまで、えー、ご覧になって応援してくれた方々、ありがとう。いつもありがとうございます。えーまあ、まだまだ足りないところだらけですけど、もっと上に行けるように頑張るんで応援よろしくお願いします。 ありがとうございます。それでは以上でタク選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。